ジュニア期の野球選手で一番問題になるのは肩、肘の問題なんですが、それ以外にも、腰部の問題、また膝、かかと、いろんなところに痛みを起こしてくるケースがあります。まずかかとに関して、お話しすると、特に冬場、スパイクでランニングをしてかかとが痛くなってくるっていう子どもさんが多くいます。野球のスパイクはあまり長距離を走るようにはできていないので、かかとの、障害がよく起こるんですが、これはランニングの時の用具の工夫等で解決しますので、そのあたりの認識が必要と思います。また膝は、これは野球に限らず、いろんなスポーツで、オスグッド病という膝の痛みがよく起こります。これも、膝の使い方、柔軟性によって十分に改善されるもの、またやっぱりスポーツのやりすぎっていうのは原因になりますので、そのあたりの工夫が必要になるところです。まあ、今もいろんな、スポーツの学会、研究会等で提言がなされていますけど、やはり連投させない、球数を制限するっていうことは必要になると思います。あと夏場の試合ですので、まあ怪我以上に水分摂取、熱中症を起こさせない、そういう体調不良の状態でプレーさせないということが重要になると思います。